はい、こんにちは。ブラックボックスのザキヤマです。今日はですね、遠賀川で行われましたワイルドカップという大会に参加させていただきました。で、一応数日前にプラクティスにも入りまして、その時はいい魚を1本釣ることができました。で、もう今帰りの車の中なんですけども、プラの感触をもとに、試合をしてきましたので、よろしければご覧ください。
はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、2、3週前ぐらいからずっとバイブレーションが良かったので、でまあ適当に参ってたら朝5頭目ぐらい連れて、それでそれっきりですね。はい、以上です。分かりません。皆さんお疲れ様でした。特に得意な特別な釣りはしなくて、下流帯の石積みの方でネコリグで普通に食べたっていう感じで、その後は何もありませんでした。ありがとうございました。そういうメーカーではない。皆さんお疲れ様でした。客、最初の1本目が昼過ぎの橋脚で、なんかベイトが2メートル半から3メートルぐらいのところに釣ってたので、まあ、そこはシャッと季節60の新しいのを入れたら1本700ぐらいがポロッと釣れて、2時ぐらいにこの辺戻ってきまして、そっちの橋脚でまた SH、ハードコースを釣ったらもう1本500ぐらいのが釣れて、このベイトになりました。はい、以上です。お疲れ様です。残念、ありがとうございました。で、釣れた場所がその、郵便局前の 3.5 メーター内のブレークのところで、HP シャトテールの 2.5 インチ OSP さんの、ダウンショットを、まあ、ブレークに追い込むようなイメージで、ありがとうございます。お疲れ様でした。今日の、戦略というのは、今日でトーナメント3週目ということで、まあ、先々週からずっと、追っかけた魚が、まあ、JB 戦で両方空振りで終わってたんで、まあ、ちょっとどうしてもちょっとその魚釣りたいなと思いながら、2つ戦略立ててました。で、朝一はとりあえず薪の釣りで、まあ、上がってきた魚を取りに行ったんですけど、不発で、1つが、中流帯にある、3カ所ぐらいの魚が上がってきて群れで上がってくる場所っていうのを見つけてたんですけど、それ と、下流のピン打ちの2種類で、組んでました。で、風の、強さで、動きを変えていこうかなというところで、戦略を立ててました。で、朝一は、まあ、空振りで釣れなくて、でそれからちょっと日が上がってきたんで、下流の、2.5 ぐらいにある沈み物資のところで、30分ぐらい粘ってたんですけど、一発いいのがかかったんですけど、そこで一回逃げられて、まあ、ただこういった釣りで今日は、合ってるんだなということで、まあ、あと風のタイミングで合わせてこう動いていこうというね、動いていきました。でそこから、今日5カ所6カ所ぐらいでピンをピックアップしていまして、で順繰り回っていって、まあ、1つのポイントに4回ぐらい耐え直す形で回っていきました。で、それでヒットしていったのが、10時11時前後ぐらいで風がちょっと強くなったタイミングで、1.5 から2メートルぐらいに落ちていくブレイクに絡む、ブッシュで1本釣って、でその後にすぐ移動して、今度3メートルぐらいに、ちょっと反復とプラス木が絡んでいるところがあって、でそこ2メートルぐらいの、水深が1メートルぐらい上げて浮いてる魚を、中層で釣って、それが、キロぐらいで、まあ、600ちょっととキロぐらいでこのウェイトになりました。で釣ったワームは、OSP の 3D ワッキーの2.7g の、ネコリーグで、釣りました。でラインの方はトーレの X レッドの6本のイベートフィネスで、釣っていきました。そこの方々お疲れ様でした。以上です。お疲れ様でした。はい、それでは最後に、大きな拍手をお願いいたします。では、はい、残念ながらですね、今回はノーフィッシュという形で終わってしまいました。で全体的に非常に厳しい大会で、1キロ釣れば5位以内、1700-1800g で、優勝というかなり厳しい結果にはなったんですけども、で僕のプランとしましては、やっぱり冷たい水が当たらない、流れの当たらないところっていうのを一つキーワードとして持っておりまして、それプラス何か、まあ、カバーですとか、まあ、ブレーク、あとは石積みの反布、このあたりの流れの当たらないというところをライトリグでしっかり釣っていくということをプランにしました。メインエリアとしたのは、通称ティーバックと呼ばれている、まあ、石積みの反布があるんですけども、まあ、プラクティスでもそこで1本釣れたので、
まあ、そこをタイミングを変えて入り直すということをメインにしました。で、まあ、今回は釣れなかったんですが、そのティーバックの地形というのを今回ライブスコープの映像を撮影してきましたので見ていただければなと思います。はい、このようにですね、ティーバックの下流側っていうのはかなり切り立った地形になってますので、まあ、流れを嫌うバスが溜まる。そしてライブスコープを見ていると、まあ、魚種は分かりませんが結構魚の出入りが頻繁にある。特に、ブレークの落ちているところですとか、まあ、角ですね、石の角、この辺に魚が出入りが多いっていうのが分かりましたので、まあ、ここをタイミングを変えて、まあ、ライトリグ、今回は、ジグヘッドワッキーを使ったリグで、打つということをやりました。僕の船には、ライブスコープが2つついてますので、縦と横両方一度に見ることができます。なので、まあ、その石の半分の高さですとか、あと全体的な、規模、あとは魚の通り具合、このようなものが確認できます。まあ、今回釣ることはできなかったんですけども、また非常にこの秋の厳しい遠賀川というのも非常に勉強になった、大会となりましたので、またこれを糧にですね、来年、以降試合を戦っていきたいと思います。